テレトビズ。アメリカのバイデン大統領は19日、東部メリーランド州で演説し、トランプ前大統領が実施した大幅減税によって連邦政府の赤字が拡大したと批判しました。I want to make sure that the $2 trillion Trump tax cut that he passed in his last term, only term, for $2 trillion. Well, I didn't mean it that way. I didn't mean it that way.バイデン氏はあえて唯一の任期と強調することで、2024年の大統領選挙で再選を果たす自信の表れと受け止められ、支持者の笑いを誘う場面もありました。その上で共和党の経済政策では格差が広がると非難し、自らの政権が去年8月に成立させたインフレ抑制法などの実績を強調しました。